るようになったのね。焼けたひどくて悪くないけど別に好きでもない。ちゃんと適当無情日常続いていく。何でもいいとか言ってでも誰でもいいわけじゃなくて、明日やろうとか言ってでも今日できないわけじゃない。いつでもいいとか言って携帯眺めてとりあえず風に当たろう。吸って吐いてむせてしまえばいい。もうそう今日が来て明日なんてどっか行っちゃえって崩れた境界線、東西線は今日も動いてる。干渉過去を持ってあの時あすりゃよかったなって止まった空線、それでも日は昇ってく。